以前から囁かれていたようですが、イギリスが IHI 社製のエンジン XF9 を狙っているようです。日本とイギリスとイタリア、この3国での共同開発が公式に発表されました。今後は日本の F3 戦闘機開発に弾みがつくだろうと思われます。今回の話は F3 戦闘機開発ではなく、心臓部であるエンジンについて見ていきましょう。XF9 で総発を狙う日本は、世界屈指の推力を手に入れるでかも。イギリスのロールス・ロイス社といえば、ステータスを誇示できる高級車で、世界的に有名ですね。実は、この会社、軍事産業ということはご存知でしたか？このロールス・ロイス社でさえ苦戦していると言われるのが XF9 ジェットエンジンです。日本の技術はエンジンのみならず、他の部品についても高い性能に定評がありますから、イギリスはそういった先進的技術が欲しいのでしょうか。噂の XF9 エンジンは超コンパクトなのに高スペック、総発仕様も検討されているとか。さて、一体どんなエンジンなんでしょうか。2022年は、世界中を驚かせたロシアのウクライナ侵攻という蛮行から始まりました。この戦争の終わりが全く見えないまま、世界的なエネルギー、食料供給不足の不安に怯えながら、2022年ラストの12月に入りました。こういった折も、日本の F2 戦闘機の代替機となる次期戦闘機開きについて、イギリスのテンペスト計画、そして、イタリアを加えた3カ国での新しい戦闘機の共同開発を行うという計画が、正式に発表されたのです。日本のメディアを含め、各国の複数メディアが、このニュースを報じましたが、やっと9日に公式発表されました。これによって、日本、イギリス、イタリアの共同開発が本格的に始動することになります。日本の空自が保有している F2 戦闘機の代替機ですが、多くの場合には次世代戦闘機と呼ばれているようです。その次世代機の開発については、F2 戦闘機のように日本側が開発の主導権を握るとなっていましたが、アメリカとの共同開発になるのではないかという見方が最も可能性が高いとされてきました。まあ、同盟国ですからね。そうなった場合、現在使用している第5世代戦闘機の F2 にラプターや F35 ライトニング2を世に送り出したアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援がどうしても必要だと考えられていましたが、実は2020年末頃から他の可能性も陰では囁かれ始めていたようですよ。その内容ですが、現在使用している戦闘機ユーロファイタータイフーンの代替機開発をテンペスト計画として進めているイギリスや、そこに参加しているイタリアも含めた国が、新しい日本の次世代戦闘機開発パートナーとして浮上してきたというのです。イギリスが生んだ大作家ウィリアム・シェイクスピアの戯曲と同名のテンペスト計画ですが、この計画に日本の参加を歓迎する雰囲気があったそうです。ヨーロッパの次世代戦闘機開発に関する主導権をイギリスが握り、より強化したいという思惑があったためと見られています。この同時期にはヨーロッパの他の国でも同様の計画がありました。フランス、ドイツ、スペイン3国が進めている FCAS、フューチャーコンバットエアシステムです。その計画への対抗意図から、イギリスは自国が主導するテンペスト計画へ参加する国を増やしたいと考えていたようですね。イギリスの思惑と同じように、日本も次世代戦闘機開発には日本の都合を最優先できる
日本ファースト技術支援先を希望していましたから、イギリスと日本両国の利害が一致したわけです。この流れに乗ったイギリスと日本は、2022年1月、新たな戦闘機への採用を前提とした機関部開発を共同で行う実証事業をスタートしました。この事業に、イギリスからはロールス・ロイス社、日本からは IHI 社が参加することになったのでした。世界的に高級車で有名なイギリスのロールス・ロイス社ですが、テンペスト計画でも機関部を担当していますし、ユーロファイタータイフーンの機関部 EJ200 の基本設計も、この会社が担ったということです。つまり世界的なエンジンサプライヤーなんですね。どうしても、自動車製造企業というイメージが強いのですが、実際には、エンジン製造に定評のある企業です。しかし、さすがのロールス・ロイス社も、テンペスト計画に使用する機関部については、未だに開発には苦戦しているという噂が伝わってきています。そして、実証機を含む試作の機関部が完成したというニュースも、マックス全く聞こえてきません。つまり、まだ開発途中ということでしょう。2021年に DSEI 2021という、軍需品展示会が開催されました。その場で、テンペスト計画に採用が見込まれる機関部について、紹介があり、空気の吸入量は毎秒 100kg 以上、タービン入り口では、2000度以上の高温への耐性等が必要となると見込まれていました。これらの過程では、機関部に発生する熱を冷却する必要も、当然ありますし、敵レーダーやセンサーの探知から機体自身を隠すことも要求されますから、ステルス性能向上も必須条件となりますね。ユーロファイタータイフーンに搭載された機関部の10倍以上の電力を発生させ、レーダーやセンサー類のアビオニクスに使用すると同時に、いずれは、兵装にも使用する方向と見られているのです。テンペスト計画用の機関部開発へ、ロールス・ロイス社が、こうした取り組みをする一方、日本で、機関部の開発を担う IHI 社も、次世代戦闘機に搭載するエンジンの基本は、すでに完成したようです。それが、防衛整備庁からの依頼を受け、2010年、平成22年から開発を進めてきた XF9 エンジンです。この XF9 エンジンは、2008年度までに同社が開発してきた XF5 エンジンを叩き台として、次世代戦闘機への搭載を目指したエンジンと言えましょう。XF9 エンジンの開発は、大きく、3段階で年ごとに進められてきたようです。2010年から2015年にかけては、高温に耐えられる燃焼機と高圧タービン、軽量なコンプレッサーなどの主要部分の研究を進めていたそうです。次の段階は、2013年から2017年にかけて、前述の主要部分に加え、吸気口ファンや低圧タービン部分の追加研究、次期戦闘機への搭載時に要求されるエンジンの必要な要素をすべて網羅したと言われます。最終段階は一部機関を並行させつつ、2015年から2019年にかけて第一段階及び第二段階で得られた技術的成果をもとにして戦闘機用エンジンとして作り上げました。それが試作機の XF91 エンジンということになります。この IHI 社が製造した試作機の XF91 エンジンは、2018年6月、まず、1機が防衛装備庁へ納入。以後約2年間、動作と性能の検証作業が続けられ、試作機ではありますが想定された様々な数値を見事にクリアできたということです。XF91 エンジンの優れた項目の一つが、
タービン入り口付近の温度が約1800°C という高温をクリアしたことです。これは2017年平成29年6月のことでした。この成功によって XF91 エンジンは非常に高温でも動作することが世界的に確認されたのです。では、改めて XF91 エンジンについて紹介しましょう。サイズは全長 4.8 メートル、ファン入り口部分直径 1.0 メートル、アフターバーナー使用時の推力は約 15.0 トンと、戦闘機用のエンジンとしてはかなり大きいのですが、使用と性能は世界基準に十分達しています。一例で、菅 F-35 ライトニング2戦闘機の F-135 エンジン、プラット&ホイットニー社製は、全長 5.6 メートル、ファン入り口部分直径 1.09 メートル、アフターバーナー使用時の推力は約 19.5 トンとされています。比較すると、XF91 エンジンは F135 エンジンより少しミニサイズで、アフターバーナー使用時の推力も 4.5 トンほど小さいと思ってしまいますが、XF91 は双発エンジン、F135 は単発エンジンという構造上の違いがあるのです。前述の通り、XF91 エンジンは試作機ですから、蒸気の数値は地上での検証結果データです。とはいえ、最新のアダプティブサイクル方式を採用した上での検証ですし、エンジン自体のサイズからしてみれば、高いパワーということではないでしょうか。ちなみに、アダプティブサイクル方式は、当該エンジンを搭載した機体が上昇、巡航、戦闘など高機動の、様々な異なる条件下で、最適な性能を引き出すために工夫された方法です。この方法で検証した上で、しかも F-35 ライトニング2の F-135 エンジンよりも XF-91 エンジンはコンパクトサイズなのに、引けを取らない性能ということです。XF-91 のコンパクトさは搭載する機体によっては、余裕のできた空間を別の用途に使用可能になります。具体的には、積載する燃料を増やしたり、兵装を増やせるわけです。つまり、用途に応じて運用幅を広げることができると言えましょう。日本では、IHI 社の企業努力の甲斐あって、こういった高性能の XF9 エンジンを製作できました。ロールス・ロイス社と IHI 社が共同開発を進めていく中で、今までに培われてきた技術がどういうふうに活用されるのか、刮目して見ておくべきかもしれませんね。